こんにちは。どうも、林大成です。去年も、2日間コーチングさせてもらってます。で、今日明日約2時間ずつのセッションで、昨日試合やってんな、はい、今日は安心してください。あんまり強度高くないんで、オフロードとステップを中心にやっていきます。多分今日やる中で初めてやることもあるだろうし、分からないこととかできないっていうことって全然恥ずかしいことじゃなくて、むしろできることとか分かることの中でやってたらずっとその範囲から出れないんで、分からないことは聞いたらいいし、自分で探ったらいいし、できないこともチャレンジして失敗、この練習の中でして、試合の中でも失敗するし、そうやって成長していく時間にできたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今からやるのは終わりぐらいまでしか走ったらかんタッチフットで、ルールはワンタッチやったらそのまま走って OK で、ツータッチされるまでに片手でパス、タッチされてもその場で止まってパスしなくていいから、タッチされたらそのまま走って片手でパスで、ツータッチされたら止まってボールを置いて2人目がさばいてスタート。タッチは3回で交代 OK、はい、OK、 1チーム5人ぐらいになるはず。キシ走っていいよ、走っていいよ、走っていいよ。オッケー、方向変えます。方向こう、横広く。もう一回ルール、タッチされてもそのまま走っちゃって OK、 抜いていって OK、 2人からタッチされるまでで、その中でワンハンドで2人目にタッチされるまでにパスする。2人目タッチされたらボール置く。で、3回でチェンジで、ワンタッチされた人は片手でパスできるけどトライはできない。オッケー、オッケー、行こう。じゃあ、やめて。おー、おー、すごい。スピード変えます。走ったらターンオーバー、歩き。基準は絶対に片足地面についとかないといけない。 OK、 両足離れたらターンオーバーね。よし、行こう。さあ、どうやったらスコアできるか考えて。両手パスやな。あーよ、やばい、OK、 集合、集合。 OK、 次はルール一緒。次は今一人も1個ボール持ってる状態で、プラスボールが1個あるからずっと片手で持ってる。だからパスは全部片手。 OK、 じゃあもう一回1、2、3分かれて、どっちのボールホックもいいよ。いいね。1人1球持ってここを中抜きしていく。ボールパスもらったら、もらったらパス掘る、はい、もらったらパス掘る。これも順手かバックフリップかは任せます。 OK、 いいね。OK、 次はボール持ってたら先に持ってる方でパス。だから今持ってたら次もらったら パス掘るのはこっちのボールで、どっちに掘るかは外に掘る人が入って呼ぶ。 OK、 両方から呼ばれたらどっちに掘っても OK で、もし両方がコールかけへんかった場合は気使ってその後にコールかけて。 OK、 行こう。はい、みんなボールキャリーするときボールどう持ってる？もうボールのこの腹持ってる選手と、なんとなく斜めの選手と、この頭を押さえてる選手おると思うけど、あ、じゃあ2人1組でボール奪い合ってみようか。どっちがアタック決めてディフェンスがボールをはたいたり下からめくり上げたりする。はい、ごめん、みんなまずじゃあ腹持って、ボールの腹を持つで、ボールを片方が奪いに行く。叩くだけじゃなくて普通にも取りに行っていきます。よーい、ドン。
はい、オッケー。じゃあ次、頭、頭押さえる、頭押さえていきます。OK、じゃあ次こう斜めでボールの腹、さっきやったボールの頭の間ぐらいかな。いくよ、よーい、スタート。多分腹が一番取られるし、最後にやった斜めは腹持つよりかは強い。でも多分一番強いのはこの、頭を押さえることやけど、さっきオフロードのやり方見とって、右手でこっちに掘るのは簡単やけど、こっちに掘るときに上手な選手はこうやってバックフリップ掘れるけど、掘れない選手がこういう風にパスしたことが結構多かった。こうなっちゃう選手はボールの腹を持ってて、こう俺はだいたいボールキャリーするとき多分こんなもん、頭を押さえるまではいかんけど、こんな感じ、こんな感じ。これを毎回ここに持っていってたら、どっちでキャリーしてもパス掘れるし、こっちに掘るときもバックフリップ。大事なのはバックフリップするとき、親指と小指でみんなボール持ってる、今持ってる。腹じゃ持ちづらいから先端の方を親指と小指で持つ。親指と小指だけじゃないよ、全部の指使うけど親指と小指でしっかり持つ。腹じゃなくてちょっと先端で、これができたらバックフリップ綺麗に掘れなくても押し出すことができる。これは筋力的な問題より神経的な問題やから、こうやって慣れていくことが大事。片手で持って今みたいな練習して、遊びでもいいから今みたいな練習の中で片手でパスっていうのを慣れていくことが大事。さっき片手のオフロードのタッチウッドしたけど、実際の試合やったらオフロードしやすい状況ってどういう状況？半身ずらすとか、半身ずらしてるとき、サポートが近いとき、サポートが近いとき、前に出てるときとか。ってことは相手にしっかりタックル入られると結構難しい。だから去年もやったけど20分ぐらいだけステップをやります。リズムステップは基本的に 1-2-3 のリズムで、3の時にステップ踏む。もう 1-2 はこのまっすぐ、 1-2 まっすぐまっすぐステップ踏む、 1-2-3 1-2-3。これをまず歩きでいきます。でこの時に意識してほしいポイント、1個だけ、かかとから入る。かかとから入って戻ってくる。全体で止めに行くんじゃなくて、かかとから入って戻る。 OK、 いくよ、せーの、1-2-3 1-2-3 1-2-3、ジョグ3-1-2-3 1-2-3 1-2-3 OK。 次、最初から今のジョグのスピードでいきます。1-2-3 1-2-3って一旦に状態をつける。状態つけて1-2-3 1-2-3 1-2-3、状態も乗せる。 OK、 せーの、1-2-3 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 1-2-3
OK。 次ラスト、ラストは今よりもテンポが速くなる。123123だからこの状態を乗せるけど帰ってくるのも速くしないとテンポになかなかついていかれへんくなる。だから足の回転数上げて123123123 OK。 せーの、123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 
例えばボールキャリーの練習でハンドとかやるにしてもそっちに気取られて、オフロードにしてもオフロードに気取られて、なかなか相手をずらすっていうことをおろそかにしてしまいがちだけど、一番大事なのはまず相手ずらしに行くこと。ずらしに行った上でコンタクトがあって、その後に突破、オフロード、まずはずらしに行くっていうことを意識してください。で、次は2人1組もう1回なって、だいたい同じぐらいのポジションやったり体で、でディフェンスは、膝つき、アタックコーで1人膝ついて、ボールキャリアはステップちょっと使ってどっちかにずらしつつ、ディフェンス側はそれを捕まえに行く、そこから動かない程度範囲 でアタックはそんなに大きく切るんじゃなくて、どっちかにしっかりずらす。で、相手が捕まえに来るのをに対してイベージョンって呼んでんねんけど、突破するために腕を使う。じゃあちょっとゆっくり OK。 ずらしに行っていいっていうのは、大きく角度をつけるというよりかはステップをしっかり踏んでいく。じゃあもうちょっとスピード上げようか。 GO。 いいね、 OK、 OK、 広がろう。変わりながら、変わりながら行って、アタックディフェンス。次、ハンドオフ禁止、ハンドオフ禁止。
オッケー。ディフェンス捕まえに行ってな。オッケー行こう。ボールキャリア、ディフェンスの届かない範囲に行かない。禁止だのハンドオフだけね。腕使っていいよ。よいしょ。いいね。相手のタックルに対して対象やったのがハンドオフ。これハンドオフ禁止ってなったらみんなここで抜きに行くことだけになったけど、一個はタックル落とすって多分イメージできるよね。来たのに対してここで落としに行く。でもう一個が今言ってくれたように落とすんじゃなくて相手のここに入れに行く腕を。右肩でタックル入る場合は右手は遠い方の足の裏やったりっていうのを狙うんだけど、ここを腕を入れることでバインドさせないっていうスキルがあって、まあ、腕入れって呼んでんけど、ちょっとそれ2人で1回やってみて。入れるポイントはこの相手が入ってくる肩と肘の間、脇の内側に刺すぐらい入れて振りほどく。今どこになった？どの辺に当たった？これが肩に近いところ行き過ぎたらあんまり弾きづらくなる。うん、肘まで行かなくていいけど、この肩と肘の間ぐらいをイメージして。オッケー、じゃあさっきと一緒、膝つきになってハンドオフ禁止、しっかり腕使ってステップ使う、持ち替える、腕使う。オッケー行こう。なんか忘れてない。ナイス。オッケー、水入れよう。3対3でオフロードを使います。基本的には毎回センターの選手がボールキャリーをする。じゃあ歩いていこう。そうするね。 OK OK。 ウイングにパスしていけそうやったらセンター、今みたいにウイングにパスしていい。でセンターがキャリーした場合、どういったキャリーの仕方とどういったオフロードの仕方があるのか。 OK、 もう一回歩いていこう。キャリーしてオフロードしていい。オッケー。他のアイデアある？外にキャリーして一個うちのところにオフロード。他ある？おー、いいね。アウトにキャリーして裏でオフロード、いいね。じゃあカットインした場合どうなる？オッケー。今狙ったのはカットインした裏ね。他は？外のディフェンダーに対してコミットしてオフロード。オッケー、ありがとう。最終的にボールどう持ち込めるなんかなんてこの時点で分からんから、意図持ってアタックするのが大事。お風呂できん状況やったらそのままキャリーでいい。プッシュ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 、プッシュ、お願いお願いお願い。入れて合わせ、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 急げ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 。わっわっ、オッケー、オッケー、ナイス。オフロード頭に入れすぎてキャリアしっかりとステップ踏んだり思い切ってキャリーできてへんから、オフロードはできたらやればいい。こういう状況で毎回オフロードできるわけじゃないし、まずはアタックはスタンド、センター、ウイング全員のマインドセットとして抜きに行く。 OK、 抜きに行く中でオフロードできるんやったらオフロードする。 OK、 ナイス。おー、ナイスキャリー。うわ、うまい、ナイス。うまい、ナイス。オッケー、水入れよう。この選手に対して勝負してるんやけど、ボールの持ち替えって相手に対して近い方の手を開けるって話だったやんな。この選手に対して内側で勝負するんやったら内側の選手は来るから、この選手に対してしっかりフットワーク使ってしっかりまずずらす。でその次の内側の手を開けた方がオフロードはしやすい。いいよ、ゴー。うまい。最初俺がちょっとセンターでなるべく勝負してって言ってしまったけど、次はもうこの3対3をまずもう抜きに行く。でその中でお風呂できる時だけお風呂をする。ディフェンスもしっかり止めに行く。お風呂させないように止めに行く。 OK。 おー、いいね。ナイス。
いいね、ナイスディフェンス、ナイスディフェンス、ナイスアタック、オッケー。今これって3対3やけど、うちで出てそれスペースあるから有利やん。じゃあアタックからしたらどの瞬間が一番この優位性をそのまま使ってアタックしやすい、もしくはどういった動きができる？もらう前にステップ入れてずらす。アウト、アウト、アウト。あ、いいね、オッケー、ありがとう。今アウトでもらったポジションっていうのは、動かずにもらったポジションよりキャッチした瞬間のポジションはまたこの優位性を保ってるはず。じゃあキャッチした後アウト、ストップ。この状態ってさっき俺がまっすぐ行った時よりかはまだいいよね。さっきカットインでうまく抜いてオフロードした選手おったけど、ステップ踏むタイミングとしてはまっすぐ行くにしろ、ちょっとアウトでもらうにしろ、どのタイミングでステップ踏むのが抜きやすいようにも、もしくはどの間合い、ディフェンスはこのずれてる状況っていうのをパスが浮いてる時に間合いを埋めに来る。じゃあキャッチした時ってディフェンスどうする？この選手が持ったら見るよね。見る動作パドリングって言うんやけど、なんでパドリングする？このまま真っ直ぐ行ってたら切られたりします。変えなかったら簡単にステップでずらされるから。だからチャンスとしてはボールをキャッチした瞬間にコースを変えるのがディフェンスからしたら対応しづらい。はい、キャッチして持って持って持ってのステップよりもキャッチした瞬間のステップの方がディフェンスはまだスピードコントロールしきれてないことが多いから、このタイミングでのステップっていうのがすごく有効。こういったことっていうのはそれぞれのスキルとかじゃなくて変わることのないもう原則的なもの。ちょっとこれ意識してボールもらう前に動くこととボールキャッチした瞬間にステップ切ることっていうのも頭に入れて、あと5分いこうか。ナイス、それもいこう。惜しい。ナイス、いいね、ナイス、ナイス。スタンドの選手、この状態で優位な状況を作りたいから、この選手を振り切ってこの選手をちょっとでも止めたいって思うんやけど、多くの選手がボールもらってこの選手に対して走っていっててんけど、それって外側の人数を埋めるようにスライドするから結構難しい。ディフェンスエラーが起こらない限り、なぜならこの選手がちょっと後ろに下がり気味でもついてこれるから。ここの1対1を優位にすることを考えたらいい。まっすぐこの選手にかけるんじゃなくて、この選手を少しでも足止めて置いていく。この選手っていうのは内側気にしないと抜かれちゃうから足が止まる。まっすぐ走ってもディフェンスは角度を変えるだけで追いつくっていうことをまず覚えておいて、じゃあどうすればいいんかっていうところで、小さいステップでもいいし、さっき言ったキャッチの瞬間っていうのは相手がまだコントロールしきれてないことが多いから、その瞬間に動いてパスする。一瞬の細かい動きだけでもスライド側からしたら何も足を止めずにそのままスライドできるのか、足を止めてしまうのかによってその後のディフェンスっていうのが変わってくる。ちょっとこれも頭に入れて OK、はい、今日やってた中でまだ腑に落ちてないこととか気になってることとか、なんかこれはうまくいきませんでしたみたいなある人？これがまだどこをやればいいかちょっと掴みます。腕入れ、俺この脇の下っていう表現したけど、脇の下を目指した場合、このここに入れてもここ自体が肩に入ってたらこれは腕多分弾けない。脇の下にここは入ってるけど、脇の下狙おうとしてすぎて相手のこの首に近いところにこうが当たっちゃうとタックルしたい肩の位置やから弾けなくなる。目安は肘と肩の間、肩寄りやと思うけど、そこめがけて弾きに行くとこうがずらされるから肩をまともに当てれない。だから俺多分脇の下って言っちゃったから、脇の下狙ったら確かにここにもそもそも肩が当たるからバインドされるけど、肘と肩の間をめがけて腕入れると思ってて、はい、ありがとうございます。感覚でできてることっていうのも、なぜそれができてるのかっていうのを分かるとすごい再現性持てるし、あの選手ってよく抜けるよな、あの選手はタックルなかなか外さんよなっていうぼやっとしたものじゃなくて、なんで彼はタックル外さないのか、なんで彼はよく抜けるのかっていうところとか理解できたら、それも自分のスキルにして再現性を持たせることができる。身体的にもちろん今はできないことあるかもしれんけど、頭でイメージできてそれをできるかもと思ったら自分をやろうと思わん？そのスキル習得したいなと思うやん。そういった自分で探求心持って向上心持ってやっていく楽しさっていうのもあるし、やっていく喜びっていうのもあるし、できひんことができるようになった、知らないことを知ってできるかもと思ったことによって向上心が生まれたとかっていうのが僕自身すごくこう今まで多かったんで、上手い選手のどんどん真似して自分ができひんことも自分なりに探求していったら、もっとこうラグビーの楽しみとかを味わえるんじゃないかなと思います。また明日セッションあるんでいいセッションしましょう。ありがとうございました。どうぞ。